こんにちは。ラグビープロコーチ、秋野と申します。今日は、一人で、部屋の中で、練習できるラグビーのやり方を、画像の中で出していきます。で、ここ、お風呂場みたいな狭いところなんですけど、ここでも、ラグビーの練習は、ボールを使わなくてもできます。で、ラグビーには、7つの S というのがあります。スピード、スキル、ストレングス、強さですね。ストレッチ、スピリット、スタミナ、ストラテジー、戦略になります。じゃあ、この中の、スキルの部分。これをやっていきたいと思います。で、スキルには、個人技、ユニット技、チーム技という3つの技能が集約されてラグビーは構成されてますが、その中で個人技、パス、タックル、キック、ステップ、そしてユニット技、スクラム、ラック、モール、ラインアウト、それとチーム技、ゾーンコントロール。で、これのほとんどが実は一人でボールなしでも部屋の中で練習することができます。で、パスの中を今日やっていくんですが、ノーマルパス、パンチパス、バックフリップパス、オフロードパス、浮かしパス、スローイン、ハーフパス。まあこれ以外にもいろいろありうとしていろんなパスはありますが、まずノーマルパス。一番最初に皆さんが習うときに、ボールを受けて、脇の下の方に持っていって、ここから放るという。このパスを習ったかと思います。で、この場合、ボールをまず取ることが大切なので、このような形で手のひら出して、で、ここにボールを受けて、で、受けたボールを脇の方に持っていって、ここの手の振りで、それと、この指の内側から、こう握るような形で持っていくことによってやるパスというのを習ったと思います。で、このパスは割と昔からのパスなのでよく使われてますが、結構馴染むまでに時間がかかります。で、まず家の中で一人で練習をやるときにボールが来たことを想定してまず取ります。で、取ったときにここにボールがはまるわけなんですけど、はまったボールの、この指で、はまったボールを抱え込んで、そして、この位置から指をこう握るような形に、投げる方向へ持っていきます。で、まずこの練習から軽くやっていきますと、もう、何度も練習やってるからできるよっていう方はですね、こういう壁があるところに、ちょうど今帽子被ってますけど、この帽子の下地よりもちょっと前に少し空間ができるぐらい、ボール1個入るぐらいの形にして、足を平行にして、で、向こうからボールが来ました、パスしますっていう、この練習をすることができます。で、まずこのパスは、基本的に手のひら、手の内側のこの握るスナップを使って、なのでやった時にこうやって少し音が出ると思います。で、この音が出るかどうか確認しながら、あと手がまっすぐになっているかどうかを確認しながらやると家の中でもボールがなくても、思い切ったパスの練習ができます。で、ここで、こう少し上げた状態から持っていくと、より遠くまで取れます。なので、これの上げる位置によって距離が変わります。短い位置を打つ場合は、これぐらいの形で打っていきます。で、長い位置をやる場合は少し上げた状態から、この状態から打っていきます。で、これを左右
両方ともやっていく形ですね。なのでこのパスはまず受けて、そして少し上げながら押し出す感じです。でこの時に気づかれたかと思うんですが、こう受けてここの肘で押し出してます。肘使って押し出してます。そして手はまっすぐ行く方向へ。で、これがこうなってると、山なりになったりすると、相手にパス取られてしまう。インターセプトっていう形で取られてしまう場合が多いので、なるべくハリパス投げる場合は、コンパクトにっていう形で持っていきます。で、これが、まずパスの、ノーマルパスって言われるパスの練習のやり方です。で、次に、パンチパス。ニュージーランドなんかではよくやってるパスなんですが、ボール来たやつを受けます。受けて、腰のあたりですね。腰のあたりからパンチ打つように投げます。で、この時にですね、スピンパスになるんですけど、ボール最初両手で持つイメージというよりも、最初は片手で持って投げる方向に手を出します。ここでボール持っている形ですね。で、ちょうどこういう形になりますね。で、投げる方向にやって、この腰にあるボールにスピンをかけながら投げていきます。ここにあるボール、抱えているボールにスピンをかけながら投げていきます。横から見るとこんな感じですね。方向に手出して、投げる方向に出して、ここに持ってる、抱えてるボールを、こう持っていきます。こう持っていきます。で、最終的にこういうふうに揃う形ですね。で、あくまでも左手は、こうやって、添えてるだけです。なんですが、実際の場合、ボール受けて、こうなります。ボール受けて、こうなります。で、この時ほとんどこの手は使ってないです。ここの。使ってるのは右手だけ。左に投げる時は右手だけ使います。で、逆の方向に投げる時もこっち側にボールがあって、で、このボールをこう持ってる形からこうやって投げます。こうやって投げます。なので、受けて、こういう形になります。で、それがちょうどパンチ出すような形ですね。パンチ出すようになるんで、パンチパスっていう形で言われます。つまり、後ろに引かない状態です。で、引かなければ、例えば、普通のノーマルパスだと、1、2、3って投げますけど、ここのパンチパスだと、1、2ってなります。1、2ってなります。1、2ってなります。その分、ワンテンポ、一拍早くなるんで、タクレに来てる選手よりも早く投げれる、または、ラインが素早くボールを流すことができるんで、端から端までボールとかをさっと移動させるときには、パンチパスの方が有効になります。で、この片手でパスをやるときの練習も、こういったところで、ちょうど少し、帽子の下足よりもちょっと出るぐらいの距離で、受けて、腰持ってきて、手伸ばして、まあ、最初は受けるを考えないで、手伸ばして腰のところから、腰のところに当ててるやつから、こう回していく感じですね。こうやって腰のところにボールを持ってるイメージで、こうやっていくだけです。こう。で、なんかボールないとやりにくいなっていう人はボール使ってもいいですけど、家の中なんであんまりボールって危険なので、できれば、例えば2リットルぐらいのペットボトルの中身ないやつ。もう飲んじまったやつですね。それを使って、こういうふうな形でやっていくと、イメージがつきます。ただ、実際は、今、こうやって、足平行にやって、固定してやってますけど、まず手の動きだけをやるため。実際は、これに腰がつきます。この腰をこうひねっていく感じですね。ここにある腰がこうひねる感じ。
なのでこういう形でひねります。ひねります。1,2,3 に見えますけど、実際は1,2,1,2,1,2 になります。で、ノーマルだと1,2,3になります。1,2,3になります。2でこう上げなきゃなんないんで、この腕の持っていくんで3になるですね。この場合だと1,2で1,2でここで持ってきてそのまま行くんで、これ使ってはいますけど、さっきのこれほど使ってないですね。で、この時にもう腰を使います。腰を使います。で、よく小学生とか、あと初心者の方で、あのラグビー始めたばっかりの方って、こうやってボール受けて、で、パスするときに足がこっちに向いちゃう場合が結構あります。今足がこう向いてる状態ですね。両足が投げる方向に体が向いちゃうんです。でもこれだと投げてる時にタックル食らうとすごい簡単に倒れてしまう。あの人間の体って前から来るものに対してはこうやって耐えられますけど、横から来る場合に耐えきれない場合が多くて、タックルすごくされやすい状態になって、でそれでまだ手にボールがかかってる場合、浮いてしまったり、あのインターセプトされやすくなっちゃうボールになるんで、またはホスピタルタックル、まあ要はパスすることで、まあホスピタルパスみたいな形で、あの要は味方にボールを放った球が柔らかくいって、で相手のタックル食らいやすくなって、で味方が病院送りになるっていうようなパスになることもあります。なので絶対に足は投げる方向に向けないでください。普通のパスやるときはまっすぐ足を、でこの状態で例えば右足をちょっと前に出してパスする、左足をちょっと前に出してパスするというような形で、必ずまっすぐ前に進むイメージにしてください。その方があの後でやる、まあステップですね。ステップ切るときにも前から来ている相手に対してまっすぐ足が向かっていればステップ左右に切りやすいですけど、足がパスするときにこっち向かっていれば、例えばダミーでこうやってパスを引き戻してやるときにもできないわけではないですけど、より難しい角度になるんで、できればこの状態で引けば左右どっちでもいけますけど、この状態で引いたらこっちしかいけないですね。こっちに行くともうそこにいますんで、逃げる位置を自分で絞っちゃってる形になります。なので必ずパスレーンやるときは足はまっすぐ、足はまっすぐ前、ゴールの方に向かってまっすぐ前ですね。で常にパスレーンする癖をつける。なので最初は手の動きだけ、それに慣れたら今度は腰をつけて腰をひねる、足を向けるんじゃなくて腰をひねるんですね。腰をひねる。腰をひねる。で、ラグビーって、手先、足先のレベルの技術のところ、まあ小学生初めてやったとき、またはラグビー初めてやった人は基本的に手首のところと足首のところしか意識がいかないです。で、それがもう一段階いくと、肘、膝を使えるレベルになります。ラグビーって基本的に肘、膝使うことがめちゃくちゃ多いんで、基本的に肘が使える、膝が使えるっていうことになると、あのプレーの幅が広がりますが、肘使えない、膝使えないプレーをやると、こう簡単にタックルされたりとか、あとパス放れなかったりとか、向こう向かなきゃなんなかったりとか、なっちゃうんで、基本的にまずは、手首、足首のレベル過ぎたら、今度は肘と膝を使うイメージを持って。そして、肘、膝のレベルが過ぎたら、今度は肩と腰を使うイメージで。で、これ今のやつのこのパスなんかでも、ノーマルパスに肩使うと、より遠くまで飛びます。最初、手先だけだったのが、肘使えるようになればもっと飛びます。で、これに肩使えるようになるとより飛びます。
なのでこうやるとこの肩の位置変わってないですよね。で肘使うと肩の位置変わりますよね。で今度肩意識するともっと変わりますよね。なのでこうやって3段階なっていくわけです。でその上の段階っていうのは手首、肘、肩、腰のこういったレベルのものを使うのを自由に状況によって変化させて、距離によって変化させて、相手がどこいるかによって変化させていくっていうのがその次のステップになります。で、頭で考えてやれるものが今度は何も考えずにできるようになるとまたその上のレベルになります。なのでまずは手首、足首を使った練習をして、その後は肘をイメージして、肘膝をイメージして練習して、で例えばパスやるときにも、今ここちょっと膝のあたりが映ってないと思うんですけど、このやるときに肘使うようになると自然と膝のあたりからクリッて少し向こうへ向いたりします。であとパスの場合に、例えばハリパスやる場合、右足に重心乗ってパスやるとき、右足だけで左足跳ねることもできます。そうするとバランスを取りながら自分の思ったところにパスを通すことができます。ただこれの弱点は片足だけに乗ってるんで、タックル食らった時に防御しにくくなりますんで、こっち側の足で跳ねてやる場合はすぐに足戻して、戻した足を前に出して相手のタックルに耐える感じにしないとですね、自分がきつくなりますっていうような形で、パスというのは段階がだんだんと上がっていくに従ってパスの幅が広がっていきます。できる範囲も広がっていきます。で今平行でやっているとどうしてもここら辺まで、この手がこう伸びるところまでパスが届くわけなんですけど、これが例えば右足前に出すとこの手の幅がもっと広がります。つまり左にパスするときに左手でこうやって示せるところまでがパスできる範囲になります。右の場合も同じですね。左足出して右手をこうやって伸ばしたときに、この伸ばせる範囲がパスができる幅になります。で、そうやって自分の体をコントロールしていくと、その分だけパスの練習の幅が広がります。で、これは一人で狭い家の中でできます。さっきやったような形で足を平行にしているところから、例えば左足をちょっと後ろに下げて、でパスの練習をする。で今度は平行な位置から右足を下げて練習をする。または相手がすごく近い、ここら辺まで、今ひさしのギリギリのところまで、ひさしのギリギリのところだとパスがギリギリできる範囲になります。でここまで近く寄ってパスができるようになれば、その分だけ相手と近くなってもパスを通すことができるんで、で、基本的にその幅が広がると。で、ここで忘れて、いけないことは、パスっていうのは、自分が危なくなったから、誰でもいいからパスしちゃえじゃなくてですね、自分の身を守るためにパスするんじゃなくて、自分よりいい位置にいる選手、トライできる、または、ラインを越すことをゲインと言いますが、ゲインできる位置にいる選手、そのいいポジションにいる選手にパスを渡す。これがパスになります。だから極端に言えば、渡せるいい位置にいる選手がいない、もうみんな被られてて、パスしたら絶対にタックルされちゃうなって思ったら、飛ばすか、飛ばしパスっていうのは一人飛ばして向こうへ。一人飛ばして向こうへ。またはそれ以上、例えば、後でやりますけど、こういうアメフトのパスができれば2人ぐらい飛ばせるパスができるようになるんで、またはキックパスっていうキックでパスをすることもできるんで、そうすると 3,4 人飛ばせるんで、でいい位置にできますけど、もしその技術が今なければパスをしないで突っ込んでいく、基本的にラグビーの場合ですね、迷ったらそのまま持って突っ込む。なんでかって言ったら、迷うってことは
この選択しない、この選択しない、この選択しない、あ、どうしようって迷うわけなんで、その場合はもうまっすぐ突っ込むしかないですね。なので、迷ったらまっすぐゴールに向かって突っ込むという、そのイメージですね。で、ボールを抱えてもう当たりに行くっていう流れになります。なので、今やってるパスっていうのは、あくまでもいい位置にいる選手にボールを渡して、ゲインしてもらう、トライしてもらう、そのためのパスであること。これを忘れないでください。で、次ですね。今度はバックフリップパスっていうのがありますね。後ろにいる選手にボールをパスする。で、このパスも、さっきやったパンチパスと原理は一緒です。ここにあるボールを、この腰を反って、腰に沿って、腰ひねりながら、後ろにこうやるだけです。ここに抱えてるボールを、ここの腰をすりながら、腰を向けながら、後ろに、こうやって、持っていきます。こうやって。つまり簡単に言うと、投げてるというよりも、腰で弾いてる感じですね。腰で弾く感じです。そうやると、パスが、綺麗に後ろに行きます。ここに持ってるやつを、こう。で、よく見かけるのが、こうやってる状態から、こうやってパスやる場合ですね。これ、割と浮くんで、上に。浮くと、相手が取りやすいです。特に被られてる時にやるんで、ちょうどいい位置にボールが浮いちゃいます。そうすると、相手がインターセプト、途中で取っちゃって、トライされる率が高いんで、なるべく、ここの腰から持っていった方が、このラインしか通らないんで、味方にストレートにパスがしやすくなります。ただこれ、練習する場合ですね。今は家で練習するやり方なんで、こうやって例えば自分の家に鏡が、お風呂場だったら大体鏡あると思うんですけど、まあ、ない場合はごめんなさいね。で、鏡があったら、こうやって、こういう鏡見ながら、まっすぐこの手が、こういってるかどうかですね。鏡に。で、鏡のちょうどどの位置かに味方がいると想定して、そこに投げる。そこに腰から投げる。で、こっちも同じですね。ここに持ってるやつをこうやって。で、極端に言うと、さっきもありましたけど、今、これ手首のやり方ですね。で、今度これ、肘で持っていきます。ここ持ってって、ここから肘で、自分の味方の方に持っていくと、この手は自然と肘の方向にしか行かないんで、こうやって、肘で持っていきます。ここにあるボールを肘で持っていく。肘で持っていく。で、最後まっすぐこれフォローするですね、これも。っていう形になります。なので、こっちも同じように、こっから肘で持っていく。そうすると、バックグリップパスが綺麗に通ります。次、オフロードパスです。オフロードパスっていうのはタックル食らいました。でもまだ立ってます。で、立ってる状態でパスするんで、基本的に両手でパスすごいしづらいです。なんでかって、ここに相手の頭ありますんで。で、相手の頭がここにある状態でボールをパスするって言ったら、基本的に持ってる手で片手で放るしかないんですよ。で、その時に気をつけなきゃなんないのは、まずタックルされた瞬間に相手に体重預けます。で、相手が支えてくれてるんで、ここでバランスが取れます。で、このバランス取れた状態で持ってるボールをパスする。で、この時に気をつけなきゃなんないのって、こっち側の手も一緒に使ってパスするイメージがあると、相手の頭は間にあるんで、これが邪魔になって、ここに弾く場合があるんですよ。で、そうなると、ボールが上に行っちゃうんで、それも相手にインターセプトされやすくなりますんで、基本的に相手の体を抑えながら、こっち側の手でパスする。そうすると、抑えながらパスしてるんで、この幅しかパスできないんです。だからバックフリップとかさっきみたいにやる場合は、この状態からでもこれでもパスできます。なので、オフロードパスやるときも、バックフリップの選択肢も入れといてください。そうすると、体預けながら片手でパスできるんで、バックフリップの方が逆に安全。なんでかったら、前に敵がいるんで、後ろには味方しかいないはずなので、で、基本的にはバックフリップで投げていく。で、
それがこちらにいてちょうどいいこの幅にドンピシャでいるという時だけこういう形で押さえながら体預けながらやります。でこれ左右同じですね。体預けながら押さえながらパスする、またはこのままバックフリップバックっていう形の練習をできます。例えば洗面台とかあれば、その洗面台を敵だと思って、で、洗面台を押さえながらやれば、感覚がつきます。いかに幅が短いか。で、完璧に体だけ預けられれば、ここで体ひねって、で、手こっち側にしながら、こう、やることもできます。体ひねりながら。で、こっちの手別に添える必要ないんですよ。添える必要なくて、あくまでもこう幅を、そうすると片手のパス練習やってると慣れてれば片手でパスできるんで、あとは手が開く範囲までパスできます。両手で持ってるとどうしても引っかかるんで、ここまでしかパスがいかないです。なのであくまでも片手でパスをする練習を常にしてください。両手でパスをするというイメージはあまり持たない方がいいです。あくまでも幅がどこまで広がるかなんで、両手でやるよりも、例えば今みたいな状態のタックルされている状態でパスするときに両手だと本当狭いです、幅が。でも片手だと幅が広がります。なので基本的には片手パス。で、それに左手添えてるだけみたいな。ただ、その方向性とかを出すためには左手はまたは右手のこのまっすぐのあれは必要なんで、あくまでも方向をつけるためだけだよっていう、または自分がどこまで投げれるかを確認するためにその左右の手で位置を持っていくという形ですね。で次です、今度は浮かしパス、浮かしはよくあのフォワードとかが多く使うんですけど、今は、昔はですね、あのラインに回ってで誰かタックルされても、フォワードのフランカーとかがすぐにっていうのがあったんですけど、今は、基本的に例えばあの、ラックモールからの出た場合っていうのは、まあ、いろんな方法を使って、フォワードが絡む場合が多いんで、どちらかだったら、ちょっと浮かす感じのパスが多いと思います。で、浮かしも、普段やってないと、練習してないとできないんで、あの、基本的に練習で何度も何度もやって、で無意識にできることができることで、考えなきゃいけないやつは試合中使えないです。試合中に使えるには無意識にできることしか使えないんで、練習の中で何度も何度もやって体に覚え込ませる、イメージに覚え込ませる。で同じイメージが試合中に起こった時に自然に体が動く形にしないとですね、使えないです。まああの数学とかそういったやつでも、算数なんかでも、1たす1は2ってもうずっと入ってますよね。無意識に使いますよね。でも、計算式、例えば微積のやつがボンって出てきて、で、微積解けって言われたら、って考えますよね。でも、試験時間中にそれやってると、時間がどんどん過ぎてって、ああ、解けなかったってなるわけなんで、自分の体に染み付かせないと、できないことは、できないですから、練習で自分の体に染み付けて、染み付けさせると。で、今ですね、時間があったり、家にいる機会が多ければ、家の中で簡単にできます。イメージで、ボールもらって、で、味方そばにいるのに、ちょっと浮かす。ちょっと浮かす。で、基本的に、こうやってやるパスの、この部分だけです。ここの指で調整します。指の力で。で、浮かしっていうのは基本的に近いところ。まあ、遠くても2メーターか3メーターぐらいが、絶対大体浮かしの範囲なんで、まあ、多い場合は大体1メーターぐらいのところ。で、1メーターのところに調整するのに、普通にパスなんか放ったら、取れないですよ。弾くか、遠く行っちゃうんで、その人が取れる幅で。で、基本的にパスって、目の前でパス取ると、相手見えないですから、タックル食らう率が高くなるんで、基本的に首からお腹のこのあたり、
または選手によって手の長さ変わるんで、手の長さが多少長かったり、あと下の方が取りやすい選手もいると思うんで、だいたいおへその、まあ要はパンツの線のあたりですね。こっからこの首の下のあたり、ここにパスを上げると味方は取りやすいです。なので、味方に対してはそこに浮かす形、ここに浮かす形ですね。をイメージしながら、ちょっとこう練習する。で、これも左右の足変えて、前、左を前に出してやって、右を前に出してやって、または両足を肩幅に開いてやって、で、これ慣れたら足完璧に閉じてですね、投げにくい状態でやってください。これタックルされて、もう倒れる寸前の状態ですね。なので、ある程度慣れてきたら、上級者とかは、この姿勢から膝を曲げて、少し下に落ちた形からやったりとかですね。姿勢が崩れた状態でやる練習をしてみてください。基本的に試合中に完璧な姿勢でパスできるって滅多にないです。バックスのライン攻撃やるときに、最初のスタンドからセンターぐらいまでは普通にですでしょうが、だいたいそれから後、または相手がすごい強い場合だと、もうスタンドもかなり被られている状態でパス受けるんで、そうするとまともな形でパスできると思わないで、必ずその体崩した状態でパスができるように。まあこれちょっと上級編というかですね、ある程度、まあ手首、足首のレベル、膝、まあ肘のレベル、腰、肩のレベルを超えたあたりで、まあそこをイメージしてやると、もう体にノーマルパス、普通の形でのパスが染みついてるんで、で、極端に言えばですね、例えば左足前に出して、左足をちょっとこう下げたりとかですね。でもこうやって下がった状態でパスをする。これ結構きついです。で、これを何回もやって、味方にイメージして、で、特にポジションが決まっているチームで、自分は誰にパスする。または、過去の試合誰にパスする。っていうイメージがあったら、その選手にパスするイメージでやってください。あと、時間が今あると思うんで、で、そのある時には、過去の試合で自分が失敗したパスありますよね。で、その時にどうすればよかったかをイメージしながらやってみてください。そうすると、そこの部分が修正がかかります。ただ、1回じゃ無理なんで、基本16回から20回ぐらい、そのイメージで、あ、こうやればよかったっていう理想のパス。それをやっていくと、その分だけ自分のパスの能力は上がりますし、実際に試合に入った時に、それができるようになります。あくまでも、練習というのは、試合のための練習なんです。で、ついやりがちなのがですね、試合とは離れたことをつい、その練習でやってしまいがちになります。なんですが、あくまでも試合のために練習をするんであれば、練習はすべて試合の切り取りであるべきなんですよ。その方が、試合、練習通りにやれば試合勝てるんで、一番楽じゃないですか。で、よくニュージーランドとか、あといろんな国がやってる、セッションとかいろいろありますよね。で、あれっていうのは、うちらよりももっともっと上のレベルの人たちがやってることなんですよ。例えば、小学生でも、うちらよりももっとゴールを持ってますから、その分だけ慣れがあるんで、その慣れてる人たちが、そういったパスをやれば、できるんですよ。例えばそういう練習をやれば、もっと上手くなるですね。なんですけど、そこまで行ってない人がやっても、試合と違うことやってるんで、試合中にそれができないんですよ。どこで使っていいかわからない、イメージできない。ただ試合数こなしたり、ボールを触ってる回数が多ければ、イメージができてるんで、あ、このセッション、まあ、この練習は、まあ、ドリルとかそういったものは、試合のこの部分のこれをやってるんだなっていうイメージがみんなあるからできるんですね。試合に生きるんです。なんですけど、違うことをやってる意識になっちゃうんで、で、練習と試合が別物になれば、試合は勝てません。試合勝つためには、あくまでも、その、
練習は練習、試合は試合ではなくて、試合の一部分。それも過去にチームが失敗したところを一部分切り取って、そこの部分を徹底的にできるように練習すればできます。なんですが、ただ、漫然とそのパス回したり、突っ込んだり、イメージ、なんか、できてそうでなんかできてない。で、特にチーム力が強ければ、それでもある程度の戦績は残せますけど、チーム力が弱い場合は、その、相手に対してレベルの差があるので、極端に言えば、例えば、まあ、タックルのところでもやりますけど、相手がダンプカー、こっちが自転車だと。それぐらい体に差があると。それでどうやって止めるかっていうとこですよね。で、普通の練習、普通のやり方、まあ、そのダンプカーが練習しているような練習をやっても自転車は勝てないんです。自転車ですから。なので自転車がダンプカーと戦うときにどうやって勝てるかっていうことをやっていかなきゃならないんで、で、そのためにもあくまでも試合の切り取りで練習をしていく。レベルが違う相手と戦った時、自分たちと同じ相手ならこれは通用する、自分たちよりもちょっと上の相手だと練習を変えて、でこの部分をやればもっと同じぐらいまたは強く戦える、自分たちよりも圧倒的に力が違うチームに対してはまた練習のやり方変えていかなきゃならないんですね。そうしないと永遠に差がつき続ける相手に対して勝てることができない。まあ同じことやってりゃ相手の方が先に行ってるわけですから、それを追っかけても追っかけても、同じ時間軸ですから、まず追いつかないじゃないですか。で、相手がやってる練習の方が、こっちがやってる練習よりももっとすごければ、もっと密度の濃い練習やってれば、どんどん差は開く一方です。なので、あくまでも、相手とどう、何をやって勝つのか。さっきの 7S のうち、どこで勝つのか。まあ基本的に答えを言ってしまうと、スキルか、まあ、戦略、ストラテジーか、どっちか、この二つを絡ませれば、大体その弱いチームでも強いチームに勝つことができることもあります。というふうな形でですね、やっていけばいいことになるわけですね。だから、ある面、その過去の常識を変えなきゃならないところがあって、例えば、最初に、ストレッチって割とやるじゃないですか。でもストレッチって意味は伸ばすって意味でしょ。でも手首とか肘とかこういう関節にバネありますよね。そのバネ伸ばしちゃうことになるんで、で、伸びた状態で練習やると、十字靭帯切ったりとかですね。危険なので、今はストレッチは練習前にはやらないでください。軽く手首や足首プルプルってやるだけで十分です。で、それでここのバネを維持してた方が練習中に怪我しないです。だから練習の前によく伸ばせよって伸ばしちゃうと伸びてるんで練習中とかで怪我します。なのでですね、練習前のストレッチはしないでください。ストレッチは練習終わった後に伸ばすと、その疲れた筋肉の、まあ、を伸ばすわけですから回復が早くなるんで、練習とか試合後のストレッチはもう十分にやってください。ただ、練習試合前のストレッチは絶対にしないこと。これは、守った方が、自分の身のために、安全のためにいいです。でですね、次が、スローイン。スローインっていうのは、要は、ラインアウトとかやるときに、こう、アメフトのように、ボール、ちょっと左右というかですね、前後に持つ形で、この後ろの手で、こうスライスします。後ろの手をスライスさせます。こう持ってるやつを、まあ、だからボールもこの状態で持てないとスローイン難しいんですけど、それでもやり方はあります。後ろのお尻の方ですね、ちょっとちっちゃくなってるところをこうやって持つ感じ。で、持って、上に持ってきて、この頂点に行くときに、この頂点に行くときに、こうスライスさせる感じで。で、こっちの手はまっすぐ。この頂点に行った時に押し出す感じですね。なので、これもですね、こう持ってて、
こう押し出した時に手がこうなるんですけど、これがまず初心者で、上級者はこうなった後にこうなります。こうなります。こうやって、こうやって後ろからこうやるときに、こうやった手をこう離せば、こう離せば手からボールが離れるのが、これよりも、これだと手にボールがくっついてるんで、ずれるんですよ。なんですが、これをこうやると、手から離れてるんで、ボールがまっすぐ行きます。こうやるよりも、これをこうやった方が、手から離れるので、ボールがまっすぐ飛びます。なので、その練習も、例えば鏡を向かってやってみてください。で、その時まあ、基本、ラインアウトの時だと、ラインさえ踏まなければ、その左右の足どっち出そうがいいんで、どっちの足でもできるように一応やっておいてください。で、なんでどっちの足持っているかというと、試合中にどっちかの足を負傷する可能性があるんですよ。なので、片っぽの足を出すのができない、しかできないと、試合中にそっちの足負傷した時に感覚ずれるんで、ずれると球がずれます。なので、逆足もやっとかないと、試合中に怪我した時に、投げられなくなっちゃうんですね。そうすると、ラインアウトで球取れなくなって、ノットストレートになっちゃうんで、で、相手ボールになるじゃないですか。なので、それをなくすためにも、あくまでも両足でできるように。あとですね、じゃあ、2番が例えば投げるんなら、2番がやってきゃいいじゃんって思うじゃないですか。なんだけど、試合中に、遠くに、さっき言ったように、投げたいときに、これしかできないと、距離が決まるんですね。で、こっちの方が、距離は飛ぶんですよ。なので、これの練習もやっといた方がいいです。どのポジションも。で、家でやるときに、こう、持ったイメージで、こうやるんですけど、2番以外は、こういう形で、ここから投げるイメージでも十分いいです。なんでかって言ったら、自分の、ライン、ゴールラインと平行なラインを超えなければ、どの投げ方やってもいいんで、その時は、もう体まっすぐ、足そっちに向けて投げてもいいんで、そういう投げ方もあります。で、それができれば幅が広がるんで、で、相手としたら、どんなパスができるか分かんなければ、で、どんなパスもありだと思うと混乱するじゃないですか。で、基本的にラグビーって、相手の嫌がるプレーすれば勝つんですよ。で、相手が喜ぶプレーやれば、ボロ負けしますんで、なので、基本的にラグビーは相手の嫌がるプレーをすると。で、味方が喜ぶプレーをすると。そうすると、自然と勝ちます。っていうふうな形でですね、練習すると、割と幅が広がってきます。で、あとハーフパスなんですけど、ハーフパスって、下にあるボールを投げる。ですが、これもですね、下にあるボール、まず取るときに、押さえつけます。押さえつけて反動で、ボールっていうのは押さえれば弾みますんで、押さえつけて弾みで来たやつを持つ感じです。で、それを押さえつけて弾んだやつ持って、またさっきのノーマルパスと同じように脇のところから肘で飛ばす。で、その時に左足は、やる場合は左足はかかとをこう上げる感じですね。ここかかとだとして、かかとを上げといて、で、投げる時にこれをこう投げる方向に倒しながら重心入れて、投げる感じにすると、その方向へ行きます。で、もしこれ最初からペタッとついてると、もうその方向しか行かなくて、これよりもこっちへ投げようとすると、体ひねんなきゃなんなくて、パスが乱れる場合が多いんですね。で、その場合また浮いちゃうんで、浮くとインターセプトされるんで、あくまでも投げるとき、取って投げるまでは、かかとをこういう形で上げといた方がいいです。で、
投げる方向決まった時にその方向へ倒しながら重心入れてった方がいいです。で、いう形で、まず普通にこのパスで、これも、例えば押さえる時に今こういう形で押さえてますけど、これをこういう形で押さえることもあります。ボールがあって、ボールの後ろの方ですね、後ろの方をこうやって押さえるんです。で、押さえて重心移動させながら、押さえて重心移動させながら放るんです。押さえつけながら。そうすると低くて近い位置だと大体届きます。割と速いパスがいきます。なんでかったら1,2,3ではなくて1,2ですから。なので基本パスは1,2なんですよ、2拍子なので 1,2 で、これ押さえる位置がですね、ちょっと普通真ん中ぐらいで押さえる場合多いと思うんですけど、これやるときは、これでパス投げるときは、右側のちょうどこう重心真ん中だとすると、真ん中よりもちょっと外側、まあ自分の右足側でやると飛びます。で、あとですね、さっきの、このパスをパンチパスに近くするには、例えば、右足があって、その右足の外側、ちょうど足が、右足がこうあるとしたら、この右足の外側でボールを持てば、引かなくても、そのままパスできます。さっきのこう、押さえるパスでも、自分の足の右側のあたりから持っていけば、っていうこともできます。で、どのパスも基本やった後はこういう形になります。こういう形になります。右側から持っていく場合、ここにあったやつをこう持っていく形ですね。そうすると、イメージつきやすいです。なので、一人でご自宅で練習する場合、基本的に必ずパスやった後、こうやって相手方に手が行ってるか。まあ、極端ならこうでもいいです。こうやって、もう完璧ひねった感じで。なので、こうなってるか、こうなってるか。で、そのパスの完成度を見てください。あと、片手でやる場合も、こう合ってるか。っていう形ですね。で、こうやって家の中で何度も練習すると、パスがどんどん上手くなります。パスも慣れなんで、あくまでも慣れる。で、ボール取りにくい人っていうのは、基本的に例えば視力が、多少悪かったりですね、する場合には、今ゴーグルが、度の入ったゴーグル OK になってるんで、その度の入ったゴーグルを購入されて、で、自分の、目に合わせると、試合中にボールがもっと見えるんで、まぁ、ちょっと5万とか高い場合もあるんですけどね。で、そういった形でやると、その分だけやりやすくなります。それとですね、パス、やった時ですね、パスやりました。はい、そのまんま見てます。じゃなくてですね、パスやったら、やった方向に体が自然と行くような、で、フォローコース取れるような癖をつけてみてください。だから、ある程度こうやって、立ってるパス練終わったら、今度は、ちょっとつま先に重心乗せて、両足のつま先に重心乗せて、パス打ちました。はい、そのまま。パス打ちました。で、打ったこの手に引っ張れるような感じで、もうそのまま、フォローコースに入る。体のイメージをつけてください。今こうまっすぐやってます。パスしました。はい、そっちへ入って。っていう形ですね。で、そうすると、パスした人間が、チームにとってきついのは、パスしました。その子そのままそこにいます。で、パスどんどんこっち行ってると、人数がどんどん減っていくんですね。なので、自分で自分の、味方を減らしてもしょうがないじゃないですか。なので、基本的にパスをしたらすぐにフォローして味方が減らない状態
で、逆にタックルとかして相手が減ってく。で、タックルされた選手はすぐ立ち上がってフォローして、で、人数が常にこっちが多ければ、絶対にトライできるんで、相手よりも多ければ基本的にはトライできるんで、で、まあ相手と力の差があれば、相手の力の2倍、3倍いればトライできるんで、なので、相手が例えば、超強いチーム、全国1レベルのチームで、こっち側がそこまでじゃないっていう場合は、基本的に相手が1人だったら3人、相手が2人だったら6人当てていく感じですね。で、それをフォローやる、スタミナつけるってことですね。なので、パス練も必ず、パスしたら体が自然とフォローする癖をつければ、その分人数減らないんで、その分スタミナもついて、勝てると。基本的にその、考え方ですね。例えば、まあ、高校生だったら30分。まあ、大学生だと40分って試合の時間あるじゃないですか。そのハーフの時間が。で、その時間を、例えば点取られたくないなら、いかにトライされる時間を減らすかってことなんですね。で、トライされる時間を減らすには、その間の時間を、いかに相手がボールを持っても、そのボールを出させないようにするか、いかに相手がボールを持っても、抜きにくいようにするかで、時間が1分、2分って過ぎていくんで、で、そういった時間を多くすれば多くするほど失点は減らせます。なので、こっち側がボールを持ってる時間を多くするには、例えば、まあ、後でというかやりますけど、ラックとかモールで、基本的に今のルールだと、モールで持ち込んで、球が出なかったら相手ボールのスクラムじゃないですか。ラックで持ち込んで球が出なかったらマイボールじゃないですか。っていうと基本的にラックよりも相手のボールの場合はモールを組ませた方が、で出させない方が時間は過ぎるんで失点は減るんですよ。で、味方ボールの場合だとモールよりもラックにした方が球が出なくたってもマイボールになるんで、今のルールだと有利なんですね。っていうように、味方に有利な状況を作っていけば、時間はどんどん経ちますんで、その分失点はどんどん減ります。っていう考え方で、全体の時間を割っていかないと、で、そのための練習をしないと、普通にアタック練習ばっかやったり、で、ディフェンス練習全然なかったり、またはディフェンス練習やったとしても、自分のチームがボールを取れる想定にしてしまうとなかなかなので、実際の試合で起こり得ること、または過去に実際の試合で起こったことを再現して、で、この時こうだったよね、じゃあこうならないためにはどうすりゃいいっていう話です。で、そこに当てれる選手がいたら、じゃあその選手で。で、基本的に戦略立てるときは選手中心です。この選手がいて、この選手がいて、この選手がいるから、この戦略を立てよう。例えばチームある場合に、2番、8番、9番、10番、15番って、ここ、芯じゃないですか。で、この2番、8番、9番、10番、15番を、基本的にチームの中で、一番ラグビー知ってる子たちを当てていく。で、芯を作ってから、1番、3番、4番、5番、6、7っていう風な形で当てていくわけですよね。で、そうやってラグビー知ってる子が中心にいれば、どうにでもコントロールできるんで。で、このセンターポジションにラグビー知ってる子いれば、他の知らない子指示できるんで、その分だけラグビーを上のレベルに持っていくことができるし、相手から攻められてても、そこの中心がしっかりしていれば、トライされにくいんですよ。まあ、それはもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、なので、そうやって、勝てるセオリー通りやっていく。または、その、エクスチェンジレートって言って、なんか特別な、例えば超でかいやつがいる。超重いやつがいる。相手ビビる。じゃあ、ここに持ってこう。で、その、2、8、9、10、15に入れるのはいいんですよ。なんだけど、そうじゃなくて、
初心者入れちゃうとえらいことになるっていうことって多々あるじゃないですか。なのでですね、まずそこの芯を2、8、9、10、15を鍛えて、でそこを芯通すことによって2番の子に1番3番を見てもらう、8番の子に4、5、6、7を見てもらう、で9番の子は10番と連携取って、でまあ8、9、10で連携取って何ができるかっていうのをやっていく、で10番の子はそのバックスの左右ですね、基本的にはセンターセンターをその10番の子が見ていく、で15番の子はバックスリー、11番、14番を15番の子が見ていくっていう風な形にしていくと、チームはガチッと一つの形になるんで、でそうやってやっていけば勝てるチームができるっていうことなんですね。なのでですね、今日やったのはですね、まず、ラグビーには 7S、 スピード、スキル、ストレングス、強さ、ストレッチ、スピリット、スタミナ、ストラテジー、戦略が勝つためには必要で、個人技は、まあ、個人技、ユニット技、チーム技というのがあって、個人技の中のパス、タックル、キック、ステップ。で、ユニット技としては、スクラム、ラック、モール、ラインアウト。そして、チーム技で、ゾーンコントロール。まあ、ゾーンコントロールについては、また、最後の方でやっていきますけど、まあ、簡単に言ったら、まあ、自陣の22メーターだったら何やる。で、22メーター出て、10メーター、10メーターの間で何やるっていう風な、そのゾーンによってやることをしっかりとチーム全員が頭の中に入っているかどうか。で、それが強いチーム、自分たちと同じぐらいのチームを、と戦うときにですね、そこをどう変えていくか。または相手に飛び抜けて強い選手いた場合に、その選手に対してどう抑え込むか。または自分のチームで、こういった子たちがいる。じゃあ、この子たちをどう生かそうか。っていう風な形ですね。だから、戦略立てるにも、基本、選手、具体的な誰が何をやるか、誰が何ができるか、っていう、その個々人が、まあ、簡単に言えば、その握力どれぐらいあるか、または、その脚力どれぐらいあるか、それもボールを持って走ってどれぐらいで走れるか、とかですね。そういったものが、データとしてある程度必要になってきます。で、そこもきちんと取って、で、それで組み立てると、もう、チーム作った段階で、あ、このチームは何が得意で何が不得意で、大体わかるので、そしたら、その得意なところを伸ばして、不得意なところを伸ばし、少しでも不得意じゃないようにして。で、相手のチーム分析かけて、で、相手のチームはここが得意、ここが不得意。じゃ、その不得意のところをついていこう。で、相手、誰が具体的に不得意な子がいるのか。したらそのサイドついていこうっていうふうにやっていけば、基本的にめったに負けることはないのでそうやってチームを作っていくっていうのも一つのやり方ですね。はい、ということでですね、今日は、まあ一人で家の中でできる、ものとして、まずはパスについてやっていきました。次回はタックルについてやります。だって家タックルマシンないよっていう方はですね、お布団で寝られてる場合は、敷布団こうくるくる巻いてですね。で、丸くして、ちょっと紐で、よく荷造りの紐とかあるじゃないですか。ビニールの白いやつとか。あれで、ちょっと3箇所ぐらい結べば、きちんとダミーというかですね、タックルマシンみたいな形になりますんで、それを使ってでもできますし。まあ、ですね。で、タックルマシンって割とこう立てて、そのまま使う場合多いと思いますが、これだと人間の体っていうのは足があって、足の間空いてるんで、基本的には立てて使うと使いづらいんですよ。実際の相手と人間の体と違うんで。なので、基本はちょっと斜めにして使うことを、進めてます。で、斜めにすると、ちょうどこの足が、こう、開いてる状態になるんで、そこに足突っ込むことができるんで、まあ、これはまたタックルの時にやりますけど、一応、そうやって人間の体、まあ、で、この太さで、この斜めになってるってことは、足そんだけ太いってことは、120キロぐらいの選手でも倒せるタックルになるんで、そうすると、基本的に120キロ以上って滅多に日本だと今いないんで、その120キロ以上の選手でも効くタックルですね。
ていうふうな、で、そしたらもうそれ以下はみんな聞くんで、やり方をちょっとやっていきたいと思います。それでは今日はですね、どうもありがとうございました。ご視聴いただいて感謝です。では、失礼します。